フレデリック・ショパン作曲の前奏曲プレリュードはピアノのための作品。24曲の前奏曲からなる曲集と独立曲2曲の計26曲である。ショパンの前奏曲は以下の26曲である。いずれも非常に短い商品である。ここで言う前奏曲とは何かの前奏ではなく前奏曲風の作品、または JS バッハの平均率クラビーア曲集にある。 前奏曲の一体で24の超短調すべてに対応する48曲が含まれるのような作品というような意味である。前奏曲は形式にとらわれない自由な転調、劇的な展開を見せバッハの時代には革命的な内容であった。また24の長を使用するというのも前例のないことであり、ショパンが前奏曲と銘打ったのは作曲者への敬意だけで、 なくその革新的な内容に挑もうという意図があったものと言える。24の前奏曲作品28は1839年1月にマジョルカ島で完成した。完成の時期はユリアン・フォンタナーでの手紙によって確認できるが着手の時期については明らかでなく1831年から1838年まで諸説ある。 出版は1839年の9月になされ、フランス版はカミーユ・プレイエールに、ドイツ版はヨゼフ・クリストフ・ケスラーに検定された。24曲がすべて異なる調整で書かれているが、これは JS バッハの平均率クラビーア曲集に敬意を表したものと言われる。だが、曲の配列は異なっており、波長長位短長と長長、コ短長、 と平行単調を間に挟みながら5度ずつ上がっていくという順序になっている。ラフマニノフ、スクリャービン、ショスタコービチも後に同様な前奏曲集を創作している。アンコールピースとして個別に演奏されることもあるが、現在ではむしろ24曲全体で一つの作品と考える考え方が主流であり、全曲通して演奏されることが多い。また、 曲の構成もほとばしる感情をむき出しにするものも、あれば、優雅さや穏やかな心を感じさせるのもあり、全曲通して聴いていても聴衆に、単調さを感じさせない。演奏時間は、全曲で40から45分程度。1912年にジャン・フランセが、還元落葉に編曲しているによる録音がある。第1番波長調を味た後、8分の2秒子 左手アルペジオ三連符に乗って、右手で待ち焦がれるような旋律が歌われる。ピアニズムを追求する作曲者には、波長調の曲は少ない。J.S. バッハの平均率クラビーア曲集の同調の、前奏曲にも比べられる優美なアルペジオ曲。第2番イタン調ョレント、2分の2秒子。死繍音を多用した、調整的に曖昧な和音で移ろいながら緩やかに、イタン調へ収束していく。 非常に謎めいた火星の商品。第3番と蝶々ビバーチェ、2分の2拍子。小川の囁きと評される明朗な曲風であるが、左手のエチュードとも言える。第4番ホタンチョ長オラルゴ、2分の2拍子。単調な右手の旋律を、左手の半音外火星が支えている。作曲者の葬儀の時に演奏されたと言われている。第5番に蝶々アレグロモルト、8分の3拍子。 両手で半音外動機を織り混ぜたアルペジオが繰り返される。レガート奏法ながら左手の跳躍が激しく、また四の指が効果的に使われる。歌に溢れた木々と評されている。第六番路短調レントアッサイ、4分の3拍子。右手の和音の伴奏に乗って低音部に陰々とした主題が歌われる。この右手の伴奏型からジョルジュ・サンドはこの曲を甘だれとしている。 第7番にンダンティーの4分の3拍子。歌謡風の主題が印象的で単独でもよく知られた商品。日本では長年にわたり、大大山の CM に使用されていた。アルフレッド・コルトーには、宣伝されたマズルカと評されている。後に、フェデリコ・モンポーがこの主題に基づいて、ショパンの主題による変奏曲を作曲している。第8番 A。 単調モルトアジタート、4分の4拍子。フランツリストによりこれもまた雨だれの様子を描写したと評されている。右手の普天リズムの中のアルペジオと、左手西部の広いおにぎりを抑える三連符は技巧を要する。第9番包丁調ラルゴ、4分の4拍子。普天リズムを多用した重々しい曲。しばしばこの普天リズムの奏法について議論される。 ショッパンは、普天リズムを三連符と合わせることを意図した書き方をしており、それをどう解釈するかは演奏者によって異なる。第十番 A 波単調、アレグロモルト、四分の三拍子。高音から加工する動機とマズルカリズムのものとが、単位になって繰り返される。右手のフレーズは、ショッパンが指示した運指では四の指を使うと、独特である。第十一番の超長ビバーチェ。 8分の6秒子。曲奏は天下で、発想記号の返し方が問われている。第12番 A と単調プレスト、4分の3秒子。半音快適な上昇旋律が手短にまとめられている。第13番 AA、蝶々連と、4分の6秒子。船唄や野草曲を思わせる、穏やかな曲奏。第14番変歩単調アレグロ、2分の2秒子。 両手のユニゾンで無調的な半音階進行の三連符が連続する。変路単調そなたの修学賞に類似している。第15番編に調調させて縫うと4分の4拍子。有名な雨だれの前奏曲である。24曲中最も演奏時間が長い。雨だれの描写は他調の曲でも言っているが、軽流音が異名動音でこれほどまでに生命と暗黒の対比を。 させる結果になっているのは本作だけである。比較的平易に演奏できるが、作曲技術の妙を感じさせ、ショパンの前奏曲の代名詞のようになっている。なお、日本のテレビドラマ、大都会戦いの日々の第27話、雨だれにも使用された。第16番、変路単調プレストコンフオーコ、2分の2拍子。音階を手動機にした右手セーブとショパンに、 特徴的なリズムの左手低音部からなっている。途中にユニゾンがあり、激烈そのものの曲奏を盛り上げる。高速で演奏されて効果が上がるだけに、全24曲中でも最高の難曲。第17番変異超調アレグレット、8分の6秒子。音和な曲奏で軽流音を多用している。メンデルスゾーンの部門化を思わせるが、当のメンデルスゾーンは、 私はこの曲が好きだ。私には、到底かけそうもない性質の曲だと述べたと言われる。第18番へ、単調アレグロモルト、2分の2拍子。両手で弾かれるユニゾンは、イタリア歌劇に影響されたと言われている。デチタティーボを思わせる。第19番、変歩頂調ビバーチェ、4分の3拍子。幅広い音域で旋律を浮かび上がらせる練習。コルトーには、 鳥の羽ばたきと評されている。第20番派単調の譜面。後に、武造にやラフマニノフがこの主題をもとに変奏曲を作曲している。第20番派単調オラルゴ、4分の4拍子。コルトーに、早々と評されている。単純なコラールの中にショパンらしい反、音階的化性の進行があって、興味を引く作品である。後に、これに基づいて、 フェルッチョブゾーニがショパンの前奏曲第20番による変奏曲と風画をセルゲイラ・フマニノフがショパンの主題による変奏曲を作曲している。第21番変の長々カンタービレ4分の3拍子。生命な歌謡風の曲奏。伴奏型が広がりを想像させる。第22番と短調、モルトアジタート8分の6拍子。 左手のオクターブが暗い情熱を表している。第23番へ、蝶々モデラート、4分の4拍子。軽快な旋律を転調させて繰り返す。なお終始のアルペッチョの中に、ヘ蝶々の和音に含まれない変歩の音が入っており、後の不可音の発想を連想させる。第24番に単調アレグロアパシシオナート、8分の6拍子。左手の幅広い音域による低音部。 右手の強烈な半音階は演奏指南。前奏曲集を締めくくる重厚かつ激烈な作品である。曲は現代ピアノの通常音域で最低のリー音を3度最強音で金のごとくに鳴らして終わるが、これは同時に本前奏曲集全体の締めくくりにもあたる。1841年8から9月に作曲。 エリザベート・チェルニシェフ公爵夫人に検定。完成直後に、ウィーンの出版社から、ベートーベン記念碑建設基金募集のために企画した、ベートーベン記念アルバムに掲載する作品を依頼され、最初ショパンは、ポロネーズ第5番を提案したが、作品が頂戴すぎたことから結局この前奏曲が、選ばれた。そしてヌート、2分の2秒し冒頭から主題が提示され、 転調が繰り返される。ほぼすべての蝶に転調するが主題を変えることはない。末尾に半音階進行のカデンツァが置かれ、主題を繰り返した動機のコーダで締めくくられる。自由な形式に満ちている作品である。音楽学者のジャンジャック・エーゲルディングルは、この作品とベートーベンの月光・ソナタとの類似性を指摘している。百三十四年七月十日の日付が記入された。 ショパン自筆フリストの友人であるジュネーブのピアニスト、ピエール・ウォルフに検定された。この曲の自筆フは長い間個人の所蔵であったため、出版されず20世紀に入ってから存在が知られるようになり、1918年に出版された。自筆フには1834年7月10日という日付が入っている。この自筆フには前奏曲とは記されていないが、 構成や曲奏から前奏曲であろうとされている。プレストコンレジエレッサ4分の2秒子。三部形式で非常に短いが意外と難しく、テクニック的に書かれている。アルペジオが両手で奏でられる。発想記号通りの軽やかな商品。ありがとうございます。